ブルーゲル、七つの滞在シリーズより、タイガとは、すべきことを怠ける様子を表す言葉である。ジークムント・フロイトの快楽原則の議論に関して、レオナルド・カー・マイケルは、タイガは、心理学の専門書の目次にはほとんど出てくる単語では、ない。 現代心理学の後ろめたい秘密は、詩人が詩を書くことや春のゴルフ日和の日に科学者が研究所にこもることの動機づけを理解することより、渇望したネズミと植えた鳩がレバーを押すことへの動機づけについて理解することがより求められていることだ。と述べている。また、平を意欲消失や ADHD、抑うつ、睡眠障害、統合失調症などの精神障害の症状などと、 混同してはならない。タイダはメンタルヘルスの問題というよりかは習慣に問題がある。自尊心の欠如、他者からの良い,い認識の欠如、自信のなさに起因する練習の欠如、活動への興味とその効果を信じることの欠如が反映されうるとされる。タイダは引き延ばしや迷いから生じる。勉強への意欲から示唆されたことはタイダは主に意欲の減少から生じ、さらに強い刺激や 過度の衝動、気を散らすものからも生じうるということだ。刺激や衝動などからの報酬や喜びにより、ドーパミンの放出や神経伝達物質の応答が増加する。これらのドーパミンがより多く放出されるほど、生産的で価値ある行動への評価、需要の不寛容性が増大する。この感覚の鈍化は、ニューラルパターンの鈍化やリスク認識へ全部しま皮質に、ネガティブな影響が起こる。 キリスト教では怠惰は七つの怠罪の一つに数えられる。他の六つが人の欲を発端にするのに対し、こちらは逆に放棄を端にする言葉である。けれど本来の教義での意味は、仕事をせずに怠けている状態ではなく、宗教で定められた安息日を使わず、働き続けることで、本来の自分の姿を見失うことを戒めたものである。ありがとうございます。